佐藤さん一体何者なのかですね。慶応の法学部、法律学科です。慶応にまあどうやってね勉強して入っただとか、なんで慶応を目指すんですか。ずーっと勉強している人間ではあって、73とか偏差値3個4学部しかできない。結果どうだった。結果は全部一応受かって、青学全学部の英語は満点取れるぐらいで。さあ、始まりました。おじいちゃんで、さあ、今回は、はい。慶応ボーイコンテスト2023、エントリーナンバー3の佐藤太一です。よろしくお願いします。はい。なんで、ミスターコンの名前が今ね、慶応ボーイコンテスト。ボーイコンテストって、もうミスター慶応っていう名前からちょっと変わっちゃってっていう感じ。ミスと、だって運営会社も違うって言ってもんね、今ね。そうですね。じゃあ、ミス慶応の方々、連絡お待ちしております。ですね。ミス慶応候補か。佐藤さん、一体何者なのかですね。じゃあ、もしミスじゃねえや、ミスターじゃねえや、慶応ボーイ。で、慶応何学部？慶応の法学部、法律学科ですね。ああ、法学の2年。慶応にまあどうやってね勉強して入っただとかいろいろあると思うんですけど、まずそもそもそのなんでそのさ、ミスターコンじゃねえや、慶応ボーイコンテストに応募しようと思ったの。すごく田舎出身で、はい、世間の慶応っていう、はい、いわゆるお金持ち、ブランド、限られた富裕層、エリート層みたいな価値観で外に出た時に見られることはすごくやりづらく感じていて、それはきっと僕だけじゃなく同じように必ずしも出自とか環境、バックグラウンドに恵まれてない子たちも中にいると思ってて、その子たちも同じように考えてると思ってたので、その世間の目をちょっと変えれたらなというか、実はこういう慶応ボーイもいるよっていうところを見せて、これから新しく慶応に興味を持ってくれる人が増えたらなというか、慶応の門戸が広がればなという気持ちも込めて今回出場させていただきました。そうってことは、ね、地方ってことですか。はい、宮城県の登米市っていう、多分お話ししてもほとんどの方はご存じないですけど、仙台育英と慶応の戦いでそうなんですよね。なんで僕すごく複雑な目線で見てたというか、おかえりモネってご存知ですかね。おかえりモネ、マネモネ、ルノワール、ね、いや、あの印象派朝ドラの、あ、舞台になった、舞台にちょうどなったぐらいで、人口は多いけど田んぼばっか。もうなんで慶応を目指すんですか。だってやっぱりね、宮城県だったら東北大学、やっぱそうですよね、どう考えても。親の影響でジャニーズがめちゃめちゃ好きで、うん、ほう、またちょっとセンシティブな話題。しかも親が嵐を好きだったので、慶応出身の桜井翔君、はいはいはい、をすごく幼少期から見てて、その憧れがあって慶応義塾大学に行ってみたいなっていうふうに思い、実際オープンキャンパスに足を運んだ際に講義受けて、あ、ここで自分は勉強がしたい。というふうに。桜井君って経済、経済です、なんですけど、自分の学びたいことを考えた際と、あとはこれから先将来どうなっていくかっていうのを考えた際に、法律学科を受けようかなというふうに。弁護士目指す。弁護士だったり、そうですね、あとはアナウンサーとか。アナウンサー別に法学部調べていた際、アナウンサー法学部から一番出てるみたいな、そうなんだみたいなデータもあったので、縦とのつながりでいろんなお話伺えるかなとかも思います。形ですね。あとジャニーズでいうと菊池風磨ってことですね。セクシーロックっていう、あとは本当にジュニアの子も最近何人かみたいな。ああ、ジャニーズへの憧れがそのまま慶応に移っちゃってて、なんでジャニーズに行かなかった自分本当に最寄り10キロみたいな超遠いな、1時間に1本電車が通るか通らないか無人駅みたいなところから出てて、そんなに履歴書送らなかったの。親が送ってくれたとこあったんですけど、送ってたやん書類通らなかった。書類通らなかったそこはごまかそうかなってタッキーの事務所に今から 2B にじゃあ、まあ芸能的なのに憧れはあるってこと。ジャニーズが好きすぎるので、ジャニーズに入れなかった分、アナウンサーとして仕事しながら関われたらなみたいな。ああ、そういうことね。あ、別にいるじゃん。だってジャニーズ好きなのいるじゃん、ね、大好きっていうのを前面に押し出して仕事してる人いるから大丈夫、大丈夫でしょ。で、勉強はどうだったんですか。そのど田舎で情報がない中、どうやって慶応までたどり着いたんですか。学校自体はそんなに進学校じゃないと。いや、偏差値49とか。ああ、なるほどね、うん、で、僕高校受験失敗してて、はいはいはい、失敗して49のとこに行ったので、もう高1の時からコロナ期間がちょうど被っちゃってこともあって、ずっと勉強をしている人間ではあって、
って、うん、で情報とかがすごくなかったので、うん、スタディサプリだったり、はいはい、ただ予備さんだったり、うんうん、そういう通信教育の恩恵をすごく受けながらって感じでしたね。あとはスタディプラス、あスタディプラスの勉強の記録つけるやつでしょ、はい、あれで全国各地の慶応志望の受験生と交流することができたので、うん、それを通じてあこういう情報が都会でもあってるんだとか。なるほどね。じゃあ塾予備校は変えてなかった。塾予備校っていうと進研ゼミをここ2年生まで一応受けてて、はいはいはい、でこのままじゃダメだなって思って、うん、予ゼミサテライン予備校だね。サテラインのけど、はい、チューターがいなくて僕のところど田舎すぎて、はいはい、テレビでただ見てみたい なんかチューターと面談してとかはできずにっていう感じで、うん、地域塾の中にサテラインがある、うん、あはいはい、ありますあります。スタッフの方はもう地域塾の方なので、よゼミのことに関してはみたいな、うん、ただ授業見て、そうですね、の中で誰の授業を聞いたの。それこそ佐藤幸男先生、あ世界史の、はいはい、今言ってらるね。そうですね、はい、を拝見させてもらった拝見拝見はい、実際合格した際は連絡させていただくぐらい、ああそうなん、はい、すごくお世話になってる。あとは木村先生という小論文の先生、僕あすごく講座何個も、家計的に講座が何個もって感じじゃなかったので、うん、その2講座だけ、じゃあ英語ただ予備さんだったり、うん、3つけなくていいもん大丈夫なんすかそれ。別にいらないでしょ、なんか会社会社でもうね僕どんなリアクションすればいいですか模試とかどうだ。模試は結構いい方で、それ、うん、そもそももともと高校の方針的に東北大に行けというか、うん、あそうでしょうね、はい、っていう感じだったので、うん、英語、国語、数学ゴリゴリやっ、数学が一番できるぐらいゴリゴリやったんですけど、うん、高2末ぐらいのタイミングで、うん、やっぱり東北大オープンキャンパスってちょっと違うなっていうか雰囲気が、うん、僕が行きたいのは慶応だなっていうふうに感じてから、うん、英語と世界史に全振りしてって感じで、うん、いい時は73とか偏差値くらいですね、取れたりする時もあったんですけど。大丈夫ですか、証拠見せろって炎上して。けど全然ダメなんですけど本当に D とかもあったんで、上振れ下振れ激しくって感じでした。実際の入試はじゃあまあ慶応受かって、他はどう。僕受けたら4つしかなくて、うん、はい、いや十分ですけど、はい、慶応文、はい、慶応法、はい、青学法、明治法の4回しか受けてなくて、3個4学部しか受けてなくて、結果どうだった。結果は全部一応受かって、お全勝だったんですね。全勝ですね、ほんと的絞ってって感じだったんで、うんうん、青学全学部の英語は満点取れるぐらいまで、満点さすが。まあそうですね、慶応とかやっぱ受かる人満点取るからね、本当に、ね、結構やっぱねマーチと全然違うんで、レベル僕の教え子でもやっぱ何人も早慶受かってる子たち、あのマーチの英語で満点取ってるんで、全勝すごいじゃないですか。そうですね、けどもうそのためには本当に夏に写真とかもあるんですけど、坊主にするぐらい、坊主にする勉強のために。そうですね、もう偏差値49ってなると、あんま自分の母校のこと悪く言えないんですけど、どうしても進学する子が圧倒的っていうよりかは就職、専門学校に進むよみたいな子もいて、となるとやっぱ受験に対する価値観がみんな一緒じゃないというか、遊ぼうぜみたいな子もいたり、ちょっと今からカラオケ行ってくるわみたいなノリの子。カラオケはあるんだね。カラオケはあります。あのスタバとかは車遠くて40分とかみたいな田舎なんですけど、カラオケ行っちゃって、そういう価値観の子が多かったんで、あんまり人の誘いを断るのがそのメンタル的に得意じゃなくて、なるほど、なんでもう坊主にしちゃえば呼ばれないだろう。どういうこと？どういうこと？さしてくれる。ああ、自分の本気をさしてくれる、ね。なんか毎度毎度断らなくて済むかなっていうのと、うん、あとは本当に髪乾かす時間だったり髪洗う時間とかも、そういうのも受験に使えるよな。なるほど。それ英語はどうやって進めてったんですか？英語は僕本当に情報がなかったんで、最初ターゲット1900やりないみたいなあるじゃないですか。シスタンがどうこうみたいな、うん、全く分からず一番最初鉄壁から始めて、ほうなるほど、そのまま鉄壁をずっとやってたら、うん、自然ともう単語力が伸びて、文法はどうしよう。文法は関正夫先生 の、はい、あの世界一分かりやすい英文講座、はいはいはい、英文法の語法を、はい、でそのままスタディサプリ、うん、スタサプですね、スタサプをの講座全部見せてもらってって感じで、うん、自分のペースで進めることができたので、うん、高2終わりぐらいではもうマーチ受かるぐらいのとこまでは。英文解釈とかやりました。英文解釈はそうですね、結構もうポレポレだったり、はい、投資図みたいな、投資図まで、投資図5週ぐらいかな。まあそれだったら慶文も戦えますね、確かに。そうですね、慶文に関しては楽しいっていうぐらいの気持ちで受けることができましたね。それで読解は何やりました。読解はルールズ、はい、
とあとポラリスと、うん、あとはもうほぼ全国入試問題正解ってすごいデフィネスあります、はい、オープン社のやつね、はい、あれをずっと僕はやってました、ね、なんてこった、はい、国立私立私立をひたすらもうなんで志望校は慶応法は15年分を3回ぐらいやってたり、あとの全国入試問題正解の話で言うと総計マーチの世界史は3年分ぐらい全部覚えて、うんうん、それくらい受験勉強には結構余裕があった。あとカンカン同率もちょっとかな、全部3年分ぐらい全部あさって自分が知らない問題とかないかなみたいな、英語もどれぐらいやるし、マーチは英語は青学10年、うん、明治10年かな、10から10か8ぐらいやって、あとはもう受けなかったんで、なるほど、もう受ける大学だけでいいかなみたいな、それはすごいですよ、その努力の賜物でこう来たわけですがじゃどうやって投票すればいいんですか。あ、これは概要欄の方に、はい、あのリンクがあってリンクがあって俺が作るんだからこちらからクリックしていただくと LINE ログインだけです、はい、あるんですけど、あ、LINE があるんだ、 LINE ログインで、はい、ミスコレというミスターコン、ミスコンを束ねてる、はい、束ねてる、はい、統括している LINE アカウントがあって、そちらを追加していただくと1日1回誰でも LINE 持っていれば投票できる、誰かに投票できるってことですね。そうですね、そうなります。まあなるほど、1個 LINE 挟むのか。そうなんですよ、そこがちょっと面倒、厳しいな。そうなんですよね、なかなかその若い人、まあその LINE にの抵抗がない人だったらいけるけど、大人とかは厳しそうだな、なかなか、なかなかそういう感じで投票するわけですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあぜひともそこ行って見てみてもらえればいいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。ぜひともご視聴参考になったかな。慶応目指してね。